はい、こんにちは。何その静けさ。はい、やってみましょう。たまりやん。始まりからやばいし。弱い。弱い。疲れてる。弱い。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、今日なんですけれども、はい、まあ一馬さんって言ったら楽天のイメージがかなり大きいんですけど、うん、でももちろんヤクルトスワローズにいたわけじゃないですか、うん、もちろんで、はい、一軍でももちろん投げたことはもちろんあるわけじゃないですか。ちょっとだけね、はい、でまあちょっとだけでもでヤクルト時代のことを全然語ってもらってないんだ、うん、はい、当時、まあ、もちろんもう、まあこれは表に出てなかったと思うんですけど、肩を痛めた状態でヤクルトに行ってるわけじゃないですか、うん、もうそれはもうヤクルトの首脳陣も分かってたんですか。知らない、言ってないもん。トレーナー陣は、後々のトレーナー陣はもう知ってる。ああ、で聞いたらみんな結構注射を打ってるような感じで、はいはい、肩メンテナンスも含めてやってた、はいはい、それ公害できるんですか、他のに誰か肩痛めてる有名な方。竹本さんとかしょっちゅう言ってたでしょ。あ、まあ、あの人はもう一回結構なんかもう腕パンパンですもんね。そうそうそう、手術とかやってる。はい、あ、なるほど。で、当時そのもう肩が全然いかない、もう上がらない時、うん、あの時ってもう試合をするにしても何にしてももう痛み止めっていう感じ。ね、いや、でもその結構移籍した1年目以外は中継ぎが多かったのかな、はい、だから逆にその中継ぎだとね、1回ね、なんだろうな、注射を打った次の日に投げたことあるの、馴染んでないから、はい、1日を置くぐらいがちょうどいいのよ、肩ぐるぐる回して。そうなんですか。そうそう、打ってその次移動をして、なんだ、京セラドームでオリックス戦を、オリックス戦かな、オープン戦かな、あ、阪神戦かな、はい、で投げて肩飛ぶかと思ってます。あの変な感じがして、違和感すごい、違和感だ、投げてる感じがしないんです自分で。痛くないんだけど、うん、投げてる感じがしない。あ、もう腕がないみたいな感じ。で先発だったら空きがあるわけじゃん、はい、だいたい1ヶ月だいたいスパンで打つから、1ヶ月この辺に打って、で何日後に登板だからみたいな、はい、中継ぎだったから、もうでもとりあえず痛かったから打ったので、次の日投げたら感覚がない、投げてる感覚って感じ。それもうちょっとやばいでしょ。抑えたけどね、抑えたけど、はい、なんかね、スピード出てんのか出てないのか分かんない。あ、それも分かんないんですか。分かんない。指先の感覚もないんですか。そんなことは、振ってるような感覚がいまいち分かんない。それでよく、すごい変な感じ。微妙なコントロールって言ったら変ですけど、もう繊細なコントロール全然できなくない。ないじゃん、そんなの。そうだったー。感覚、感覚。そうだったー。なかったー。スライク入れて変化球低め投げてって感じ。その時必死だった。特に痛みないけど、はい、マジでもうあれですか、痛みをこうかばうことで必死だったのか、結果を残そうとして必死だったのか。いや、両方でしょ。ヤクルト行ってからの野球人生は完全に怪我との戦いですか。怪我と戦いだね。怪我と戦いだし、そのあとはね、なんだろう、楽天の時は、はい、本当ありがたいことに勝則さんがいたから、はい、その野村監督の時は、勝則さんが野村監督にね、はい、直接こう話をしてもらって、まあ、僕はどういう話したか知らないですけど、はい、まあ話をしてもらって、はい、でなるべくコーチにも勝則さんの方に言ってもらって、はい、で使っていく、いただいてっていう感じが多かったけど、ヤクルトはそうじゃないから、はい、だとね、移籍して1年目、2年目、3年目、2年目か3年目の時に、調子良かったなって言ってね、はい、で、ファームでも抑えばやさ、抑えて調子良くて、でもそれでも上がれなくて、はい、だから調子いい時に限って上げてもらえなかったね。あ、ヤクルトだから調子悪くちょっと落ち気味の時に上に呼ばれて上がって、はい、打たれてすぐ落ちるみたいな。ですけど今、まあ、ヤクルトの時代のことを全然ここでは語ってなかったので、うん、何年、ちなみに何年ぐらいヤクルトにいたんですか。3年半だったのよ、うん、楽天のオープン戦の途中だから、はい、3月途中旬ぐらいって言ってるはずだから、はいはいはい、もうトレードのことは1回この動画でも流したじゃないですか、うん、やっぱチームに馴染むまでも結構大変でした。いや、でもね、同級生多かったな。あ、その時だから、
ですね、松健、松岡、はい、今、2軍でコーチやって松岡がいたり、はい、キャッチャーに新田ってやつもいたり、はい、ファームで小山田って言ったり、ずっと僕の戦力手はできないけど、はい、調子が良くもあるので受けてもらったり、はい、畠山がいたり、はい、どういうことやろうか。なるほど、なんかそうそうたるメンバーやっぱり。だから入りやすいっちゃ入りやすかった。はい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 。ヤクルト時代、楽天時代は勝則さん結構お世話になったじゃないですか。そうね。で、ヤクルト時代は逆にこの人っていう人いたんですか、お世話になった人。年上ででも年下でも。あ、よくね、よくご飯連れてもらって、よくしてもらったのが、今バッティングピッチャーっていうのかな、松井さん、松井康介さんっていう JR から入ってる。はい、ちょっと背ちっちゃい、25くらいから入った方でした。確かに背番号44番。はい、松井さんはすごいよく面倒見てもらった。どこ行くにしても、その、まあ、ヤクルトで初対面って感じです、ね、そうそれですごくよく一緒になったんですよ。感謝ですね。そうっていうか、う本当に勝則さんもそうだし、その松井さんもそうだし、挨拶行かなきゃダメなんじゃないですか。挨拶行きたいけどね。行きましょう、これは。はい、企画で。あんま邪魔しちゃダメでしょ。そうですけどね、なかなかいないでしょ。オフシーズンですね、挨拶に行くのは。行くのね。はい、1万人のために僕は何でもします。それはそれでまた行きましょう。僕はこんな軽い頭いくらでも下げます。じゃあどこから行きましたか。本当に役に使うやつ。もう球団でもどこでも挨拶行きます。はい、はい、お願いします。出来になるよ。ちゃんとしたアポとなら出来になる。そこはしかやらない。ヤクルト、あれって戦力外ってどういう風に受けるんですか。戦力外は傷えぐります。まず、これの時は2軍の試合が全部終わった後に、はい、クラブハウス戻った時に、はい、マネージャーが呼ばれる、まず、はい、で、明日の何時に、球団事務所行ってくれる。もう察する感じですか。来たかな。いや、もともと察してる、夏場ぐらいに。だいぶ年取ってきて、はい、その自分が今まで先発だったのに、はい、登板が空いちゃったりとか、中継ぎだったのに登板が空いちゃったりとか、はいはい、っていう時は大体もうそうできる。あー、分かるんです。大体確かあれですよね、巨人の 元巨人の元木さん、うん、なんて現役引退することはもう2軍に落ちた瞬間からもう全然相手にされなくなったんだ。そうです。やっぱそういう感じではあるんですけど、球団にもやるよね、それはね。あー、かなり狭いですよね。狭い。まあ、ヤクルト時代のことを少しちょっと語ってもらったんですけれども、うん、一応一通り楽天時代、ヤクルト時代と、はいはい、まあ、各動画でも、話させていただきました、はいはい、もうこれで多分市場さんのどういう野球人生を歩んできたかっていうのも分かったと思うので、ちょっとだけね、はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れでした。